ダノンヨーヨーは日本の競争馬である。主な勝ち倉は富士ステークス。馬名は冠名ヨーヨーたる前途が明けることを願って。デビューは遅く、3歳春の4月12日の阪神の未勝利戦、芝1600メートル。直線追い込むも2着赤敗した。2戦目の4月25日の京都の未勝利戦、芝1600メートルは一番人気に応えて初勝利。 しかし2週間後の京都の500万下は4着に、敗れて、その後休養に入る。年明け早々の1月17日の京都市は1800メートルで、復帰し、直線追い込むも2着。続く1月30日の京都市は1600メートル戦も2着。2ヶ月半減を明けた4月の阪神戦は人気に応え、解消した。続く東京の1000万下の立川特別は追い込み。 届かず3着だったが、6月の京都の六原特別は直線抜け出して3勝目となった。この後新潟の月岡温泉特別も直線抜け出し、人気に応えて4勝目。格上挑戦となった阪神のポートアイランドステークスも一番人気に応え勝利し、オープン入りした。そして、初重賞挑戦となった富士ステークスも勝利し4連勝で重賞初制覇を果たした。 11月21日のマイルチャンピオンシップでは4、連勝の実績が評価されて1番人気で出走、後方追走から直線で外から追い込んできたが、内から抜け出してきた英心フォワードに、首差届かず2着となった。2月6日の東京新聞杯に1番人気で出走、最後方からレースを進めたが直線で伸びきれず7着に、敗れた。続くマイラーズカップでは、 高意追走も逃げるシルポートを捉えきれず3着。安田記念では、アパパネに次いで2番人気で出走したがスタートで出遅れて10着と惨敗。宝塚記念では、中断で進むも、直線で伸びきれず7着。夏の休養明け初戦となった毎日王冠では、最後方で足を、天皇賞では15着と大敗した。マイルチャンピオンシップでは、 後一位相から直線で渋ぶ,ぶとく、足を伸ばし4着となった。2012年以降は勝ちきれず、2015年5月13日付で競争場登録を抹消された。引退後は乗馬となり、北海道苫小牧市の農山ホースパークを経て、熊本県立菊池農業合同学校でつなぎをされていたが、右前足に有道を発症して、乗馬としての用途を断念。 現役時代のファンの計らいにより2018年3月からは、高知県須崎市の土佐黒潮牧場で、なぎをされている。ガノンヨーヨー号が、競争場登録抹消日本中央競馬会2015年7月1日、閲覧土佐黒潮牧場、牧場日記新しい仲間です土佐黒潮牧場2018年3月7日、閲覧。ありがとうございます。